こんにちは。今回はですね、いつか公開シリーズの、まあ、第3話になりましたね、えー。今のところね、このやりとりってのは、まだ一人の方とのやりとりしかしてないんですけども、そのうち増えていくでしょうね。で、今回はですね、あのー、力量と柄の話をしましょうか。あのー、人間と着物には柄ってものがありますよね。要するに着物の柄っていうのは、似合う似合わないがあるわけですよ。で、人間にも似合う似合わないっていうのがあるんですよね。まあ、そこは、 大きく年齢ですとか時期によって変わるもんだと思います。まあ、例えば私がですね、子供っぽいことをして似合うかっていうと、まあ、柄じゃないよってことがありますよね。うん。それから、まあ、あの、私がね、多分、臆病も、うん、あんまり柄じゃないのかなと。やっぱ大胆で、豪傑でいくのが私の柄なのかなっていうふうには思うんですよね。で、人にはそういったそれぞれの柄っていうのがあって、 それっていうのは結構ね大事なんですよっていうのがうん今となって私はですね、まあ、常にリーダーシップを持っていく柄なんですよね。誰かの後についていくとかその組織の中でその単なるメンバーっていうのは多分私は柄じゃないと思うんですよね。できるかどうかにかかわらずいつも発言権を持ってみんなを引っ張っていったりとかね縁の下の力持ちをしたりとか。あ,のあらゆるものに立ち戦って まああの特攻隊みたいな感じでね特攻隊長みたいな感じでまず突っ込むみたいなのが私の柄なのかなと思いますまあそういう風な先入観で見られるだろうなというところもあるしそういう風な先入観で見られたいなとも思うところもあって柄っていうのが決まっていくと思いますけども消極的で優柔不断っていうのは私の柄ではないでしょうねきっとねうんそれから やられてもやられっぱなしも柄ではないんでやっぱりやられたらやり返すみたいなねこれは別に暴力とかのことを言ってるわけじゃなくて負けず嫌いってことなんですよしまったその手があったかよしこっちはもっと別のアイデアで生き抜いてやるぜみたいなねそんなとこですよね間違っても誰かとね何かこうがっつり4つで組み合った時に下を向くタイプじゃないんですよね敗北しても上を向いていきたいなというところ叩きのめされても その這いつくわりながらでも、まあ、目はギラギラさしておきたいなみたいな感じですかね。で柄っていうのはそういう,うにあにいわゆる見た目とか先入観っていうのに支配されて、まあ、その人のうん、まあ、なんですかねそうですね柄ですよねまさにね見た通りの人だったみたいなところが柄だと思うんですけどもえ意外だよねっていうのが柄じゃないってことなのかなと。 で、力量ってのは何かっていうと人それぞれ力量はあるんですけどもその力量って、ね、変化するんですよでどういう時に変化するかっていうと100の力が出せるのに手を抜いて80にしちゃうとその人の力量は80になるんですよね80の方向にいっちゃいます少なくともだからどんな小さいこと1とか2のことでも100でやることが私はね要だと思うんですよそして今度は自分の力量を超えたことに取り組む時 120、150、1000、2000っていうのに取り組むときに、自分は100の力しかないんだけども、ダメだと思うけども、でも、倒れるまでやってみようかなっていうふうな感じだと、確かに1000とか2000にはいかなかった。もう全然届かなかったんだけども、でも、100の力が101になって終わったよっていうことはあり得ると思うんですよ。うん、一言で言うと、やれば何かができるっていうことなんですよね。勝ち目がないからといって勝負をしなければ、それは敗北にはならないけれども、 だけども、100の力が発揮できなかったっていうことで言えば、そこの評価はゼロになるんだなと思うんですよね。で、勝つにしても負けるにしても、勝つときは100のパワー全開でいくと。1とか2の相手に対しても100でいって、100をちゃんと使い切ること。で、1000とか2000に立ち向かうときにも、100の力で立ち向かっていって、さらにもう一歩踏みとどまることで、100の 限界値力量が101とか102になっていくんじゃないかなと何よりも線に立ち向かっていたっていうのが、まあ、一つの実績としてですね柄を作っていくんじゃないかなというふうに思うんですよ。勝てないと分かっていても立ち向かっていくその精神に対して柄っていうのが決まっていくってことですかね。で今度は圧倒的力の差があって勝って当然なんだけどもでも手を抜いて勝ったらそういう柄になっていくんじゃないかなと思うんですよ。 あの昨日の話ですけどもなんかドイツに日本がサッカーで勝ったらしいですよねで私はサッカーは一回も見たことがないですしそれこそ選手の名前も知らないんで全くもって興味はないんですよ興味はないんですけどもでもおそらく日本がドイツに勝つっていうのはとっても珍しいこと快挙だったんで,しょう、ね、でこれからは日本のチームはドイツに勝てなくて当たり前挑戦することだけが意義があるっていうふうな柄からですね、えー ドイツに勝ったんだからこれからも勝ってくれるに違いないという別の柄に着替えたんじゃないかなと思うんですよ。でそれっていうのは勝てないまでも負けるにしてもどのレベルで負けていくか10対1で負けるのか10対2で負けるのか10対9で負けるのかっていうことをどん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 詰めていって今回力量が増し加えられて相手の力量を勝ったのかなと。これは負けたという事実があるからどこが足りなかったかそしてどうすれば追い抜けるかっていうことを徹底的に。 リサーチした結果じゃなないかなと思うんですよ。だから力量ってのは変えれるし柄っていうのは基本的に変わらないんだけども力量を携えることによって柄すら変えることができるまあこんな感じなんじゃないかなと思いますね抽象的な言葉が多かったと思いますけども考えてみるとね柄っていうのと力量この2つについてずっとお話したような感じだったと思いますけども十分伝わったでしょうかそれではいつか公開のコーナー以上でございますまたお会いしましょう